ありがとうございます。初見です。ありがとうございます。この前の反省を生かして貼りました。あれです、なんだっけ、サラブレッド分かんなくて、調べるためにもなんか言われた時に、ポニテはまた雰囲気変わってよき、ありがとうございます。どっちがいいですか、おろしとるのとポニテ、ポニテ友達にはポニーテールの方がいいって言われるんですけど、どっちがいいんかなみたいな。試験、おはようございます。前もいた気がする、気のせい、いろいろ見てみたい。ありがとうございます。あ、くまねパパさん、推薦コメントもありがとうございます。じゃあこれからいろいろいろんな髪型もしていけたらいいなと思います。メイクするのがいいかな。そうなんですよ、自分やばいですよね、メイクしないとやばいんだけど、バイトがあるんですよね。いっぱいコメントしてください。これなんか反転してないですか、多分。ツインテール、ツインテールもします、今度。似合うか分かんないけど。こんにちは。これなんか反転してるくないですか、大丈夫。今日は何時までと、あれ6時からバイトがあるんで5時半ぐらいですね。すいません、短くて。ダンス配信したいんですけど、ちょっとまだ今日は置いときます。ちゃんと見えてますか、よかった。あ、はい、反対してないのか、そっか。でちょっとまだ慣れてなくてやばいんだけど、配信する側が反転してるってことかな、多分そういうことか。じゃあ皆さんは大丈夫ですかね、それならよかった。なんか何書けばいいか分かんなくて、とりあえずこれだけ書いたんですけど、知りたいことがあったらまたコメントしてくれたり、次の時には書いとくんでお願いします。まだ2度目なんでね、ちゃんとできてるか分かんないんですけど、ショールームの機能とかもあんままだ分かってなくて、そらはちゃんのどういうとこ、顔が好きなんで顔は憧れるんですけど、スタイルもいいし、いっぱいあります。顔がめっちゃ好きなんですよ。でもあれなんですよね、花は誰のもので知ったんで、最近なんでまだ深くは分かんないんですけど、顔はタイプです、普通に。なんかいっぱい質問してくれたら嬉しいです。ちょっとずつ覚えていけばよき。ありがとうございます、ちょっと頑張ります。そうですよ、大きい方がいいですよね、自分でも思ったんですよ、書いてる時に。ちっちゃいかなと思って。テロップって何ですか、テロップ、なんか分かんない。あ、これ、あ、テロップ、あ、そういうことか。テロップ、分からなくなってしまった。持ちネタ、スティッチの真似。そうです、スティッチの真似しかできないです。でも似てるか分かんないけど、自分では似てると思ってます、勝手に。
みーちゃんこんにちは、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます、見に来てくださり。これからね、いろんな、もっといろんな人に見に来てもらえるように頑張るんで、応援お願いします。違う、もうちょっと多分フォーミーも見にくいですよね、ちっちゃすぎて。もうちょっとでっかくしないとですね。こんにちは、初めての人もありがとうございます、見に来てくれて。ちょっとこれがよし、 OK。 なんかあれです、他の配信者さんとか見に行ったんですけど、ハッシュタグ作ってますよね。自分もそれ欲しいなと思って。一番上手だと思う、ありがとうございます。多分ハッシュタグいろいろあって、他の配信者さんとかが作りたいんで、なんか、あ、2行見にくいですよね、これは。多分ちょっと改善します。初めてホーミンちゃんの顔、ありがとうございます、見に来てくれて。ハッシュタグなんかいいのないですかね。自分もハッシュタグあったらエゴサしに行くんでお願いします。なんか候補みたいなあったら。髪型変わると雰囲気も変わって、ありがとうございます。どっちの方がいいですか、どうなんかな。でもポニーテだとちょっと肉がやばい。ハッシュタグなんかあんないかな。いろいろ、ハッシュタグね、ハッシュタグもあったらね、見に行けるんで、皆さんの投稿見に行きたいんですけど、滝野さんに似てるってまとめたの知ってる？え、知らないです。まとめられたのどういうことか分かんない。似てますか滝野さん、嬉しい。フォーユー、フォーユーもいいですね。フォーユー、フォーミーとフォーユーがかけてある。こういうアナザーディメンション、あ、アナザーディメンションさん推薦コメントありがとうございます。ちゃんと見てるんで、よかったら皆さんお願いします。みりんの最初の頃の雰囲気がある。嬉しい、ありがとうございます。じゃあ似てるってことなんかな。目指します。シナノソラハさんがやっぱ一番好きですね。顔がもうとにかくタイプで、タイプなんで、なんか自分顔から入ってくタイプなんですよね、うん、それがいいのかどうかわかんないんだけど。あ、ダンスは何ダンスですか。ジャズダンス、チアダンス、あ、自分はヒップホップです。でもジャズもやりたくって、ジャズもやりたいんですけど、なんか綺麗ですよね、ジャズってすごい待ってるみたいな。ジャズやりたいんだけど、体がちょっと硬い方なんですよ、めっちゃ。なんでちょっとできないかもしれない。え、でも本気になったらいけます、絶対頑張ります。ちゃんとこの前のも生かして時計も用意しました。スマイルフォーミー、え、いいね、スマイル、ス、あー、やべ、めっちゃ噛む。スマイルフォーミー、スマイルフォーミー、確かになさそう。他にこういうはジャニーズ、ジャニーズさんが使って、あ、ん、こういうってジャニーズ、
そうなんかユニットがいるんですね。ヒップホップいいですね。ありがとうございます。自分ヒップホップしか習ったことなくて、でもジャズもロックもやってみたいんですよ。ロックかっこよくないですか？なんかすごいキレがあって、なんというか、友達はロックもやってるんですけど、すんごいかっこよくて憧れです。ロックフォローフォーミーもいいな。いろいろ候補お願いします。投票の使い方がよくわかんないんですよ。投票どうやって言ったらいいんか分からん。どういうことか、ちょっとまた後に。第一印象は大人な、あ、そうなんで、こうよく言われます、大人っぽいって。高校1年生です。ここ JK1 やってますその大人っぽいって言われるんです。初めての人とかにも20歳とかよく言われます。適当にクリックして、確かにそれも一つの案ですね。 B リーグってサッカーでしたっけ？は見ないです。スポーツあんま見なくて、ポニーテールだし、横顔どうしよう。こうですか？生きてますか？でも自分なんかマジですごくここら辺の肉がやばいんで、綺麗じゃないかもしれないです。テロップってどういうこと書いてるんですか？皆さん、テロップも投票もやりたいし、ハッシュタグをね作りたくて、ちょっと今出てるやつで多分こうだと思うんだけど、あれ合ってないかも、ちょっと待って、合ってないかもしれん、わからんわ。頑張ってください。ありがとうございます。投票多分違ったかも、でよ全然わからん。身長は162センチです。フォーミーです。ああ、そうか、フォーミーです。それもいいか、いつまでとか。ああ、確かにいつまで大事ですよね。身長は160、そうなんです、これ見えないですよね。ちょっと文字、あ、自分が持った方がいいかな。こうやって貼ろうか。持ったら見えますかね、これ持った方が。こんにちは、私も広島県大好きというそらはちゃんを応援してます。あー、一緒ですね、全く一緒だ。あ、そっか、バイト前なんですっぴん配信です、ね、すっぴんがね、ちょっとすっぴんなんでメイクしたらこうやってやったら見えるかな。恋ラジを聞いています。 NHK 広島恋ラジ聞いてないかもしれないです。多分ラジオ恋ラジってラジオですか？ラジオはあんま聞かないですね。ドラフトの時ソラハにも投票したり、ありがとうございます、私の推しを作っていただいて。そのアスティーまだあんま詳しくないです。花は誰のもので知ってっていうか、存在自体は知ってたんですけど、それで興味が湧いて、手に持って改善されました。ちょっとどうしよう、合ってるか分かんない、どっちの方がいいか、貼っといた方がいいか、貼っといた方がいいか。見えなかったら言ってください、自分が説明します。何時までを作らなきゃいけんのか。じゃあどうしよう、
これでいいんかな。ちょっと待ってよ。あれ、テロップこれできてない？ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。初心者すぎて何にもできない。あ、待って、あれ、あ、そういうことか。ちょっと待ってね。7時30分で、これでいいんかな。一瞬できたかな。先生、もう少し文字が濃いと見えやすいですよね。ちょっと次から改善します。一応マッキーで書いたんですけど、なんかインクがなかったっぽくて、文字を濃く大きく次は書きます。すいません。ダンスが特技ってすごい、ありがとうございます。でもダンスは特技だけど、周りはもっとすごい人ばっかです。大会とか出てる子もいて、すごいなんかね、プレッシャーというか、なんていうか、すごいです。本当にすごいって感じ、一言です。すごい。この候補生の配信は見たりする？あ、見たりし、たまにしますね。で、なんかいろんないいとこ持っていきたいんですけど、とりあえずあれです、ハッシュタグを作ろうと思って、他の配信者さんとか見て。ダンスはどうして始めようと思う？ダンスはなんて言うんですかね、昔からあんま特技っていうのがなかったんですよ。で、それで友達がダンス始めて、楽しい楽しいってめっちゃ言ってて、そっからそれについて始めたみたいな感じです。今はではもう大好きです、ダンスが。肉がやばいか。あとは、まあ、昔から結構芸能界興味があったんで、しとったら有利ってなんて言うんですか、しとったらなんか一つ のアピールポイントになるかなと思って始めたのもあります。ダンスフォーミー、投票が使いたいんだけど、投票の使い方が分からないよね。ですよね。最初に20、そう、間になってますよね。そう思ったんですよ、自分も。ありがとうだけでも大丈夫ですか？ちょっと敬語じゃなくなるんですけど、すいません。ありがとう。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。15時30分。オッケー、オッケー。見に来てくださりありがとう。なんかおかしいですよね。星はけずちょっと待って、わかんない。まあ、いっか、これでちょっとわかんない。今軽くダンスちょっと待ってよ。どうしよう、次の時でもいいですか。ちょっと今ジーパンなんですよ、めっちゃダンスしにくいし。これもちょっとダンスも見せたいな。
また来ました、ありがとうございます。来ていただいて、何回も来て応援してください、お願いします。大丈夫、またいつか、すいません、ちょっとまたやります、絶対、あれが期間が終わるまでにはちゃんとね。ダンスでもあれだよね、多分曲流しちゃいけんけん、どうなるんかな、普通に普通にダンスしたらいいだけ。他の配信者さんもダンス配信とかやってますか。第3審はまだ見たことなくて、他の方のダンス得意ですね、やっぱ見えにくいよね、見える、見えるかな、こんな感じ。あ、チアの子はカウントしながら、確かにカウントもあり。 STU のカラオケ流して、 STU 流していいんかな、いいんだったっけ、流してよかったらそれもいいですね、それもあり。ダンスが得意です、カウントしながらがいいかな、やっぱちょっとあやふや。 STU は OK だったっけね、今覚えてないわ、また見とこう。カラオケは STU だけ OK、 あ、STU だけ OK か、カラオケ、え、カラコレ、うんうんちょっと待って、しゃべれんくなるよね、たまに。いっぱい初訪問の方が来てくれたら、ありがとうございます、見てくださりありがとうございます。こんにちは、けんけんパーさん、初見ありがとうございます、見に来てくれて。まだね、2回目なんで、多分喋りも下手だし楽しくないかもしれないんですけど、見てくれると嬉しいです。なんでね、いっぱいコメントしてくれると喋ることが増えるんで助かります、お願いします。あれ、なんか他の子とかスクショスクショタイムとかもやってましたよね。でもスクショタイムやろうかな。エゴサワード、そう、エゴサワードが作りたいんですよ。なんで今出たのが、なんだったっけ、 For you とスマイル for me だったかな、多分。あとダンス for me だったっけ、あ、もうあったような気がする、ダンス for me とか、うーん、ちょっと待ってください。あとなんか一個あった気がするんよね、あ、フォローフォーミーだが出てます、今のところ候補として、まだできてないんですよ、ハッシュタグが。エゴサワードっていうか、なんでその中から作れたらいいなと思ってるんで、そう、投票機能がね、これどうやって自分が言えばいいかな、1番は何々みたいなっていうことかな、で OK、 じゃあ、え、自分が言えばいいか、1番がどうしようかな、一番最初に出たやつからでいけばいいか、1番は For you か、 For you で、2番目がスマイルフォーミーだったかな、で3番目がフォローフォーミーだ、フォーミーで、4番目がダンスフォーミーだったかなと思います。投票してください、合ってるか分かんないけど、違ったらまた教えてください、ちょっと初心者なんで分かんなくて。あ、紙に書けばいいんか、確かに
紙に書こうじゃん。ちょっと待って。1番が、ちょっと待ってね。1番が、これもまた見えんかもしれない。せっかくしよう。どのくらいの大きさだったら見えるか。あ、チラ、ありがとうございます。見に来てくれて。ちょっと待ってよ。1番が、1番がとね、なんだったっけ。あ、ホーユーか。ホーユー、こういう、ちょっと字が汚いのは許してください。パパッと書いてるんで。2番がスマイルフォーミー、スマイル、スマイル、ちょっと待ってよ。そう、ホワイトボード買ってこようと思ったんですよね。自分他の配信者さん使ってましたよね。なんで買います、次までに。フォーミーで、3番目がね、フォローフォーミー、フォローフォーミー、フォローフォーミー、フォーミー。やばい、わかるか、わかるか、大丈夫、多分わかんなかったら聞いてください。みんな投票してくれてるのかな。投票、もうあれ、今来てくれた方はまだ分かんないよね。投票が何の投票か、あれです、あのエゴサワードだったかな、がそれです。ワード、うん、ちょっと待って、取れんのんだけど。オッケー、いけた、いけた、待ってよ。とりあえず全部投げました。ありがとうございます。ちょっと待って、これでも貼るとこがない。もう一回、ちょっと待ってください、今から貼ります。これで見える？いける？あ、やばい、落ちた。ちょっと待って。よいしょ。やばいな。よいしょ。自己紹介が落ちてしまった。4番が何だったっけ、あ、ダンスフォーミーです。ちょっと4番だけ書けなかったんで、ダンス、こっちは見える、ね、見える。あ、持ちます。いや、貼ろう、やっぱ見えるか。よいしょ。見えるか。よし。多分これで見えるかも。ちょっと字が汚いのは
してください。大発訪問してくれてる、ありがとうございます。ちょっと今日はね、ポニーテールで4番も書こうかな。今も書いた方が分かりやすいですよね。書きます。ファンスフォーミーととかも大丈夫。これです。晴れる？晴れるやん。はい。いっぱいコメントしてくれると助かります。本当に。まだ喋りが下手くそなんでね。優しくていいな。ありがとうございます。いいんかなそれが。なんかね、初めてでもいろんな人の見に行くんですけど、すんごいうまく配信してるじゃないですか。ですごいなって思って、あれを目指してまだ頑張ってる途中です。で、ね、やっぱお話がうまいんですよね、しゃべりが。視聴者さん見に来てくれた方が楽しめるように工夫してて、いけた？OK。じゃあ、あと5分ぐらいで締め切ろうかな、投票。嘘。初訪問してくれた方、ありがとうございます。声の大きさは大丈夫ですか、これで。多分、前回とあんま変わってないと思うんだけど。ガラガラさは多分前よりマシです。 K さんがフォローしました、ありがとうございます。フォロー、こんにちは。K さんフォローありがとうございます。自己紹介が今度見えんくなったよね多分。途中から来た、見に来た人に向けて、そうですね、自己紹介何度もした方がいいよね。じゃあ、します、何回かします。今もします。今皆さんが作ってくれたんですよ、フォーミーを。なんでフォーミーです、ニックネームは。で、広島県出身の高校1年生です。身長は162センチで、特技はダンスです。趣味とかは韓国ドラマを見るのが好きなんで、韓国ドラマですね、見ることが好きです。多分知ってる方はね、何回も聞くと思うんですけど、すいません。それでもいっぱいの人に見に来てほしいから何回もします。でもスクショタイムやりたいな。いつやればいいかが分からないね、タイミング的に。5分経った、まだか。でもいっぱい投票してくれてありがとうございます。投票も見てくれる方も見えるかな。見える。
己紹介が見える。いけるか。これで。最後の壇上読みの前にスクショ。ああそういうこと？壇上読みって壇上読みって何ですか？ちょっとわかんない。壇上読み、壇上読みがわかんない。最後終わりってことかな。終わり、終わる前にやるってことかな。多分。いっぱいツイッターで拡散してくれるのも嬉しいです。お願いします。あとね。毎日配信したいんですけど、毎日配信ができなくってね。ちょっとバイトやってるんですよ。なんでバイトが忙しいとできなくなるんですけど、少しでも時間が空いたらやりたいので見に来てくれると嬉しいです。お願いします。コメントもいっぱいしてください。じゃあそろそろ締め切ろうかな、投票を。ああそういうことか。ああそういうことね。順位を読み上げるってことか。じゃあそれもやろうかな。投票一旦締め切ります。これ 0.0% って表示されるんだけど、自分が間違ったんかな。待って、分からん。あれ、自分が間違っただけ。やっぱ2番だね。2番が多かったんかな、多分。じゃあなんか自分はあれなんです、投票の結果が、投票結果見れるんですけど全部 0% になってます。2番が 55.6。 じゃあ2番が一番多いってことか。じゃあエゴサワードはスマイルフォーミーに決定です。ありがとうございます、考えてくれた方。ちょっとまだ誰か覚えてないんですけど、ちょっとこれじゃあ外そう。あ、貼っとってもいいか、別に。分かった。ちゃんとね、いろんなものを描けるように色鉛筆まで持ってきたんで。どうしよう。あ、そういうこと。テロップにハッシュタグ、そういうのも書くんか。これでも25文字までないよね。これ消していいかな。ほうみ、これで OK かな。慣れてない感じがいいね。あ、そう言ってくださるともうなんか安心しますね。なんかね、慣れてない感じがいいのか分かんないけど、言ってくれるだけで安心します。初見です、ありがとうございます。チコランデよ。あ、そういう事故がってことですよね。チコランデよって、事故がいっぱいできる気がするな。違うかな、チコランデよ。チコタイムの画像をツイートしますね。ありがとうございます、遊びに来たよ。ありがとうございます、見てくださって。楽しめてるか分かんないけど精一杯頑張ります、ね、コメントもいっぱいしてくださると、それに答えるので話は続くと思います。あ、そういうことか。自分の名前言ったり、確かに
自分の名前言っちゃいけんね。この前言いそうになったんですよ。なんか韓国語であれ挨拶みたいなのしたんですけど、言いそうになったけど踏みとどまりました。かわいい、ありがとうございます。そんなこと言ってくれたとね、頑張りがいがあります。ちょっと喉がおかしくなってしまった。そう、家の中もね映ったらやばいよね。しかもね、掃除ちょっと掃除もせんといけんけんね、汚いよね。肘山と黄金山、肘山って山ですか？黄金山は山口だったかな、あるよねどっかに多分。黄金山は聞いたことあります。ちょっとね、住所学校気をつけんといけん。でも多分この画面内にはまだ大丈夫です。これからも気をつけるんですけど。肘山って山ですか？黄金山、黄金山は山です。ちょっと待って、あ、そう、調べるためにパソコン持ってきたんですよ。なんでちょっと待ってください、調べます。この前はね、サラブレッドが分かんなくて、お菓子と勘違いしてちょっと恥ずかしかったんで、今回はちゃんと調べようと思って、サブレと勘違いしたんですよ、この前は。広島市内の山なんだ、黄金山。あ、山口じゃなかった、山口はあれか、山口ないか、山口は広島市内。そうなんですね、初めて聞いた。肘山、吉田サラブレッドさん、あ、なんか馬のことでした、多分その時は競走馬。広島市内の山、肘山があるんだ。ちょっと待って、これ取り外せるんですよ、すごくないですか、パソコン。そう、画面をね見せたらダメよね、多分反射するよね。肘山駅とかは知ってます。あ、広島市島駅か。肘山大学も知ってます。でも肘山があったのは初知りです。なんかね、まだまだ広島でも分かんないことばっかですね。課外活動ユニット、知らなかったです多分。あ、いやでも聞いたこと見たことある気がするな。課外活動ユニット知ってるかもしれない。誰かあったかな。かわいい、ありがとうございます。そう、ユニットありますよね。なんかあった気がするなって今思った。まだまだ STU は知らないんで、ちょっとね、存在はね前から知ってたんですけど、ちゃんとね興味を持ち始めたのは最近なんで、多分花は誰のものぐらいからです。多分、ね、知らないことが多いんですけど、すいません。調べようとしたんだっけ、忘れてしまった。初訪問の方もありがとうございます。2度目の方も、トムさんでいいかな、ありがとうございます。
とね、いっぱい見てほしいんですけど、やっぱ喋りが上手い子がね楽しいですよね。ちょっと自分も上手くなりたいんですけど、まだまだ。そう、いい曲たくさんありますよね。それは承知の上です。欅坂のショールーム新社長、ああそういうことか、自分の名前をってことですよね。だやばいね、連呼したら個人が特定できちゃうからね、ダメですよね。配信してるうちに喋れるようになるかな。ありがとうございます。ちょっと頑張んないとね、マジで。でも今日はまだ前回よりは緊張してないです。まあでも全然緊張しますけど、なんかスマイルフォーミー検索してみる。検索します、エゴサしますよ、ちゃんとね。どういうのあげてくれるか気になるんでしたいと思ってます。 STU48 のお話し会やってるから忙しいと思う。あ、そうなんですか。そうです、昨日は友達と会った後にバイトがあったんで全然できなくて、友達とね遊んでたこ焼きパーティーをしました。楽しかったです。喋り星星、そう、なんか前から気になっとったんよね。星って何なんかなと思って、言っちゃいけん言葉みたいなってことかな。結構前も星がいっぱい使われとったんだけど、どういうことかも分かんなくて、言っちゃいけん言葉みたいなことですかね。下手です。はあ、下手か、喋り下手でもね。そうなんですよね、上手くなりたいんですよ。めっちゃどら焼きじゃないです、たこ焼きパーティーです。自分の素を出すことだって、多分、ね、自分の素を出したらね、ちょっとファンが減りそうで怖いんですよね。ファンがいるのか分かんないけど、ドラパじゃないです。たこ焼きパーティーで、たこ焼きパーティーしないんかな、みんな。なんか友達と一緒に材料から全部集めて、でたこ焼きパーティーしました。自分で全部焼いてみたいな。あ、そうなん、 NG ワードが、あ、そういうこと、星に変換されるんだ。初めて知ったわ。そういうことか。ドラパって聞こえました。ドラ焼きパーティー、ドラ焼き、声が聞こえにくいよね多分。声大丈夫、もうちょいでっかい方がいいんかな。表情も大事だよ、笑顔で明るく。そう、なんかね、そう、笑顔にしたいんですけど、なんか笑顔を意識します。ほうちゃん緊張してるだけで陽キャ、いや陽キャっていうほど陽キャではないですけど、今よりは全然喋ると思います。多分フォローしました、ありがとうございます。表情も大事だよ、笑顔だからか。そう、ハキハキね、ハキハキ意識しない と、 ちょっと足が痛い。よく聞こえてるで、あ、よかった。大丈夫かな、じゃあこんぐらいの大きさで。
金庫でなさそうなものも返還されるときあります。そうなんか、じゃけんみんな前回ねすんごい欲しがったんよ多分。なんでね、どういうことなんかなと思っとったんだけど、そういうことか。ホーミーちゃんだ、知らない人にダンスだったら仕掛け、いや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 仕掛けないですよ。小さかったらこちらでお願いします。すいません、ちょっと手間を取らせてしまって。え、やっぱり家族の声聞ま家族の声聞こえますよね。黙っといてって言ったんですけど、多分お兄ちゃんがねゲームしてるんでね。ダンス、あ、ダンス歴は小6からです。これ多分本当は家族の声聞こえちゃダメなんですよ確か。でもお兄ちゃんがちょっと友達とゲームしたらめっちゃうるさくなるんですよ。ワンちゃんの声聞こえたか、本当ですか、ワンちゃんの声聞こえたんか。ワンちゃんめっちゃ可愛いですよ、うちの家のワンちゃんは。やっぱ、ね、顔がちっちゃくて可愛くてめっちゃ可愛いです。ダンス歴は、え、さっき言ったか、小6から。犬種はあのヨークシャテリアです。ね、多分みんなが想像するのはあの髪の毛が長い、地面ついて髪結んどるのが多いんよね多分写真とか見ると。でも自分の家の犬はめっちゃ短いです、毛が短くて。でも短いのもめっちゃ可愛いんですよ、超可愛いです。笑顔意識しよう、なんかね笑顔意識してるつもりなんですけどね、必死になるとちょっと真顔になってるんです、いつの間にか。もしもの時のためにミュート機能も試す。あ、ミュート機能ね、ミュート機能もね、それは知ってます、ミュート機能があるのは。ちょっとね、身内のアイドルがいる、そうです、身内のアイドルがいます。ちょっとそれにも憧れて ST を分けようと思って。 ST は犬派多いよ。あ、なんかそれ前も誰かが言ってくれました、よかったです。アイドルは笑顔が9割、ちょっと笑顔ね、笑顔ですか。口を開けて笑うのがあんま好きじゃないんですよ。ちっちゃい頃に人騒動あったんですよ。ちっちゃい頃にね、ジャングルジムじゃない、こうあるじゃない、なんかこうなんだっけ、やばい、ブランコ、あ、ブランコにこう棒があるじゃないですか。あそこに兄ちゃんと登ってたら落ちて、ここら辺の歯が ねなんかこうグラ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 、まだ抜ける時期じゃないのに、多分3歳とかね、そう落ちて、そっからでもすんごいグラグラなって、で、まあ、そこはもうグラグラなって、まだその時は良かったんですけど、ちょっとあとでもないか、結構経ったぐらいの頃、まだずっとグラグラしてるんですよ、抜けてないから。でお父さんがアイスを買ってきてくれて、で多分入れ歯じゃないです。でそれでそう、お父さんがお兄ちゃんにはアイスをあげてて、で私に自分でくれなくって、なんでくれないんだみたいな、そう叫んだんですよ。そしたらその叫んだのと一緒に歯が抜けて飛んでったんですよ。でそっからその歯が生えてなくって、まだ未だに。ちょっと一本少ないです皆さんより。そうなんです、歯がないんですよ皆さんより。一本多分少ないんです、まだ未だに生えてない、でもこれからも生えないと思います。なんかね、でも自分奥歯とか抜けた記憶全くなくて、でもあれですよね、 今まだ乳歯だったらやばいですよね。絶対永久歯に変わらないといけない時期なのに
抜けた記憶が一つもないんですよ。やばいですよね。そうそう、男の、あ、男の声がダメなんか。じゃあ兄ちゃんダメじゃん。兄ちゃんちょっとね、本当にゲーム始めたらめっちゃうるさいんですよ。アイドルやってる人は、アイドルやってる子は東京です、ね、東京で活動してます。いなかったよ、入れ歯じゃない。ポリデント、ポリデン、ポリデントってなんだっけ。 あれか、入れ歯か、こうガチってるタイプの。ドラゴンボールドラゴンボールでもちょっと面白いです。面白い話だった。面白い、あ、話と話をかけてます金ちゃんさん。そう、今から抜け出したらね、絶対ね、歯抜けてない気がするんだけど、でも友達にも言ったら全部抜けたって言われて、絶対抜けてないんですよ、ここら辺の、ここら辺の歯が。まだ多分乳歯、乳歯でも今乳歯だったらやばいよね。永久歯なんか知らないで抜けた、わかんないけど。なんかね、あ、洗浄剤だった、また間違え、やばいね。調べるためにパソコンまで持ってきたのに、これね、パソコンまで持ってきたのに、調べる間もなく間違えたら、入れ歯用洗浄剤ここら辺がなくないですか。ここの歯が多分抜けたんですよ。やばい、あー、確かに確かに折れて一部残っとるもありますね。それね、確かにあるな。こんにちは。あ、もう一回、これもいらんやつや。あ、そうだった、スマイルフォーミー、ハッシュタグがね、スマイルフォーミーが決まりました。これ分かるかな、書いたか、スマイルフォーム。テロップに書いたよね、そういえば。テロップに書いた気がね、書いたよね。オッケーオッケー、別に気にならないよ。あ、よかったです、それなら。なんか、そう、ないですよね、絶対。ここに、試しに今検索してみる。検索後にしとこうかな。なんかそっちに必死になっちゃいそう。なんかね。ちょっと後でいっぱい検索するんで、お願いします。とりあえずさっきの笑顔の練習、ありがとうございます。ツイートしていただいて。ツイートしていただいて、見に行きます後で。こっちに戻そう。やばいな。よし、オッケー。美人やな、ありがとうございます。もうそうやって言っていただけるだけで本当に嬉しすぎます、本当ね。でもね、友達もめっちゃ可愛い子が多いんですよ。あ、そっか、プロフィールにも入れればいいんか。そっか、確かに。そう、まだね、分かんないことばっかなんで、そう言ってくれるとね、助かります。黒がどっか行ってしまったの。いっぱい星投げてくれるから。よし、スマイルフォーム、ハッシュタグとか書き方あったのか分かんないけど、友達は4期で、そう、じゃあ言っときます。友達もめっちゃ可愛い子が多いですね。待ってよ、スマイル、待って、絶対さ、ハッシュタグ違うけど気にしないでください。スマイル、こう、ね、スマイル、こう、スマイルフォーム、オッケー。見えるかな、ハッシュタグ。絶対違うよね、
なんか音符のさあるよね、こういうのあれみたいになってしまった。よいしょ、 OK。 広島の女の子そんなレベル高いの、うん、自分の友達は結構高いですね。可愛い子ばっかです、友達は。丸罰ゲーム確かに確かに丸罰ゲームみたい。みーちゃんが可愛い。あ、そう、広島、そう、見えないかな。お疲れ様です。確かに丸罰ゲームの言われたらそうかも。懐かしい丸罰ゲーム、なんか一時期中学校の頃ハマっててめっちゃやってました。でもあれ全然終わらなくないですか。あ、本当だ、年齢がないわ、年齢がなかった。丸罰ゲームなんかあれです、丸罰ゲームは全然終わらなくないですか。あれ多分なんか汚れたんだけど、やだ。そう、高校1年、まあ、高校1年生、高校1年生、高校1年生で年齢わかるかな。高校1年生、よし、わかる、よいしょ、1年生で16歳です。で、誕生日が4月なんですよね。4月なんでもうちょっとで17歳になっちゃいます。今日はよく笑ってくれて笑顔がめっちゃ可愛い、ありがとうございます。笑顔で、そういうね、丸罰ゲーム勝負つかないですよね。なんか永遠とやりつつ誰か一人がめっちゃボンミスしない限り。高校1年、そう、誕生日が4月7日だ。そう、初日も今日もリップだけ一応塗ってます。でももう取れちゃいました。初日は眉毛も描いてました。でも今日は眉毛も描いてないです。なんでちょっとね、4月7日なんでめっちゃもうすぐ17歳になっちゃいます。でもなりたくないです。ちょっとなんかね、この年でもう30歳とかになったら年取るのが早いって言うじゃないですか。年取って感じるのが、なんて言うんですか、なんかあるじゃないですか。でもこの年でもめっちゃ早いなって思います。今年1年めっちゃ早かったです。しかもそう、4月7日がだいたい始業式とか入学式じゃないですか。なんで自分誰にも祝ってもらえなくて、友達がね、新しい友達ができる日っていうんですかね。なんで多分まだみんな誕生日がいつかも分かんないじゃないですか、その子の。だから全然祝ってもらえなくて、で後にそう4月7日っていうのが発覚するんですよ。そしたらその時に、あ、おめでとうって言われます。そのタイプが多いです。4月7日の誕生日はスピン好きです、ありがとうございます。スピンなんですけど、好きになってください。メイクしたらもっと可愛くなれると信じてます、自分では。中村舞さんと一緒ですよ。その 4月7日はね、始業式ぐらいの時期なんでね、ちょうど本当に祝ってもらえないです。なんで誕生日プレゼントとかも、その前から友達、前から仲いい友達とかだけですね、もらえる、くれるのも。でも言葉だけでも嬉しいんですけどね、手紙とかで もう高校生になると手紙はもらえないです。誕生日に初見です。頑張って
ありがとうございます。頑張ります。なんかね、そう、前はこの初見を初見って呼んじゃって、なんかご指摘、あ、やばい、ご指摘いただいたんで、配信は平日もでき、平日はね、いつかな、多分バイトがない日はできると思います。バイトがあると、あの、やっぱ時間が遅くなっちゃうんで終わるのができないんですけど、バイトがない日はね、なるべくしたいなと思ってます。もう初見って言うのが恥ずかしすぎて、ちょっとね、すごかった、誰かにご指摘いただいたんです。おかしい、化粧のりしそうな、すべすべ、いやいや全然ですよ。ここにニキビできました、最近。ちょっとあんま見えないと思う。そう、憧れの先輩は、そうなんです、ソラハちゃんなんです。昔いたひらちゃんがわざと、じゃあ自分も初見読みにしようかな。そしたら、でもまた、そしたら、ね、ご指摘いただきそう。3月30が誕生日なので悲しい。3月30、一番遅いってことか、多分ね。でも、なんかあれ、4月1日がさ、一番遅いって聞いた気がする、誰かから。間違えてる、もしかして。その子が4月2日からがなんか一番早いって聞いたんだけど、配信フィルターって何？エフェクトってやつか。やってみてもいいですか？変わった？お、待って、なんかやばい、なんかすごい、7話しとったっけ、なんだっけ、あ、そう、誕生日か。そう、4月2日からが早いって誰かから聞いたんですけど、でもあれでしたよね、本当は早く年取るのは4月だけど、一般的っていうかな、には1月から1から3が1月から、え、やばいな、喋れんくなってきた。1から3月が、あの、早生まれって言われてますよね。早生まれは5年後には憧れる立場になってた。いや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 、それはもう、まず STU に入ることからですね。入れたら嬉しいですけど、マジ憧れてもらえる人ってすごいなって思います。最近初見です。ありがとうございます。早生まれは羨ましい。本当ですか？でも早く年取りますよ。友達にめっちゃいじられますもん。黒目した。黒目って何？エフェクトのやつじゃなくて普通に？黒目ってなんだ、わかんない。昨年は4月1日生まれが一番遅い人。やっぱそうなんか。自分の友達にして、いないわ、いなかった。すっぴんだとキュート、メイクしたら超絶美人、間違いない。いやいや、ありがとうございます。そうやって言ってもらえて嬉しいです。もう周りに可愛い子がね、いすぎて、もう自信なんか一つもないんでね。春休みなので誰からも祝ってもらえなかった。今更ですが、おめでとうございます。めっちゃ今更ですね。もうすぐで1年経つんじゃないかってぐらい。でもおめでとうございます。まゆゆかみよしでデーブさん、おめでとうございます。素がいいから、星が出てきて、わかんないわ。ナンバ方面でいろいろあったから、ノーマルが良き。こんに
ちは。女優ライト、あ、女優ライトつけてます。これなんかさ、今日は、ね、めっちゃビジュ悪くて、朝起きたら、朝起きたらっていうか、なんで、ね、つけないとやっていけないんです。フィルターが欲しい。なんかフォローしました、ありがとうございます。タワー来た、ありがとうございます。タワーって何、ギフトみたいなやつか。ちょっとまだ そこら辺もよく分かってないんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。くまねパパさんがくれたんかな。くまねパパすごいなって言ってる方がいるんで、ありがとうございます。ちょっと見てなかった。しかもあのあれです、なんかマジで全然分かんなくて、使い方が分かんなくて、なんでね、まだ順位もタワーは1万ポイント。おお、すげえ、ありがとうございます。え、めっちゃすごいじゃないですか。ありがとうございます、本当にありがとうございます。くまねパパさんですか、送ってくださったの。高いやつありがとうございます。もうね、見てくださるだけで嬉しいのに、そんなことまでされたらもうめっちゃ頑張らないとじゃないですか、ね、まあされなくても頑張るんですけど。ダンスしてるけど体は柔らかいんです。体は硬いんです。めっちゃ硬いんですよ。こうあるじゃない、立ってさ、立ってこうなんて、立ってこう、わかります、なんかこう偉いじゃないですか。あれがつかなくって自分。ギフトログ、え、なんかそう、あれがもうつかなくてめっちゃ硬いですよね。ピアノはしてます、あ、してます、今はしてないです、ちょっと待って、間違えた。ピアノは小学校1年生の頃にしてました。なんで今はもう全然ほんまに弾けないです。でもちょっとだけあのウェイバックホームだったかなのサビだけを必死に練習して、それしか弾けないです。ギフトログ開いてる。ギフトログって何、ギフトログこれ、え、どれ、ギフトログ、わかんない、絶対違う、ギフトログがわかんない、ちょっと待って、ギフトログ、背が高いね、手めっちゃ大きいです。自分友達多分一番でっかいです、友達の中で。めっちゃでっかくないですか。しかもこっち感想がやばいです。手はほんまにでっかいです。もしかして一気に10位とかに入るとか。いやいやいや、もう皆さんがすごいんで、他の方が、なんでそれはできないと思うんですけど。イナバウアーってなんだっけ、聞いたことあります、聞いたこと、ちょっと待ってよ、なんかこういうやつ、わからん、待って、わからんくなってしまった。イナバウアーでも聞いたことある、絶対できないですけど。 Y 字バランスもうできないです、やりたいんですけど。 Y 字バランスはでもなんか、そう、ダンスをやってた初期の頃よ噛む、ダンスをやってた初期の頃よりは多分柔らかくなった気がします、自分的な感覚では。体が硬いとダンスに一生で出ます、めっちゃ出ます。なんで毎回ダンスのレッスンはストレッチから入るんですけど、ストレッチから入るんですけど、その時ももう支障出ますね。でもまだジャズとかは多分めっちゃ体が柔らかくないとできないんですよ、バレエの継続みたいな感じだから。でもジャズよりは多分まだマシな方です、師匠度を考えたら。ちょっと言葉が喋んない。で、手のひらめっちゃ広がる手のひらめっちゃ広がります。しかもめっちゃでかいんですよ。ちょっと今度何センチか測って今度帰っとこうかな。めっちゃでかくないですか。自分おもながなんで顔もでかい方なんですけど、多分顔と同じぐらいかな。
知らないか、顔の方が全然でかかったわ。それこそタブレット、あ、確かにイナバウアタブレット2000人超えた、ほんまや、ありがとうございます。見に来てくださった方、楽しめてるか分かんないんですけど、楽しいですか、楽しめてますか。ちょっと不安です。いや、多分ダンスは広島の某有名スクール、違うと思うな。これ名前出していいんかな、某有名スクールってあれ HDC かな、じゃないですね。やばい、出しちゃいけんかったかも。名前ダメだった、聞かなかったことにしてください。一気に20位ぐらい上がったんじゃない。あ、それはありがとうございます。何だとか覚えてないけど、足のサイズは自分でかいです。 24.5 です。多分全部でかいんですよ。なんかね、嫌ですね、全部でかいの。友達の手がもうこんくらいしかないんですよ。こう自分の手だと思いをして、友達の手がこんくらいしかなくって、こうなるんですよ。めっちゃちっちゃくて可愛いんですよ、それが。でも自分はみんなと比べた時にどんな感じ、あ、そうそうそう、こうなんですよね。で、これがまあ普通の平均的な手だとするじゃないですか。こんなんなんでちょっとね、嫌です。いいこともあると思うんですけどね。手比べしたい。え、絶対自分の方がでかいです。自分マジででかいですよ。今度測っときます。身長と一緒に書いとこう。手のサイズも書いときます。そっか、書いとったら面白いかな。なんかね、書いとこうか。気になりますか、手の大きさ。そこじゃないでしょ、やばいな。なんかさ、前のさ、あれしとるけん、わかんない。初見です。ありがとうございます。そこじゃないでしょ。金ちゃんさんの そこじゃないでしょうが、リアルタイムで見れてなかったから何のことか分かんない。手分かんない。足のやばい、足のサイズも大きいです。自分は顔、手を顔のそばに持っていくと顔が濃くありますよね。本当ですか、なってますか。明日誰か拾ってにゃーさんも推薦コメントくださいましたよね。ありがとうございます。ちゃんと見てます。めっちゃコロナ禍、就職後の握手会が楽しみ、慣れたらですけど、なりたいです。めっちゃ皆さんとね、会ってお話をできるように頑張りたいですね。握手会もね、そう、今コロナだから、ね、寂しいですよね、できないの握手会が。ここじゃないでしょう。あ、某有名スクールのことか、そういうことか。めっちゃ合格してほしい、嬉しいです、そう言ってくれて。お願いします、皆さん応援してください、願っときます。足のサイズは80番の子も 24.5。 あ、じゃあでかいくないんかな。友達はでもめっちゃ、なんかめっちゃちっちゃい子ばっかで、なんか言うじゃないですか、何センチみたいな。で、自分が 24.5 って言ったら、わっって言われます。17時20分で、ありがとうございます、教えてくれて。前のを生かして時計を持ってきました、今日は。ちゃんとね、前はね、皆さんの手間を取ってしまったんで。なんか自分の学校はこうスリッパじゃなくてクロックスみたいなやつなんですよ。なんでクロックスみたいなやつなんで、自分一回男子に履き間違われたことあります。多分でかかったんかも。合格してくれたら鹿児島から泳いでいきます。いやー、ありがとうございます。泳いでくるんですか。ちゃんと船乗ってください、溺れますよ。170センチなのに
24.5。 え、めっちゃスタイル良さそう。自分は162で40じゃないわ、 24.5 なんです。絶対でかいです。多分パーツがでかいんです、ここら辺の全部のパーツが。こうね、これも手もでかいし、顔もね、面長なんでちょっとでっかいんですよ。縮めたいです、自分は。ここキュッて、こんぐらい、これはさすがにキモいか。そう、これね、もう少し太字だと見えやすいようですよね。ちょっと、ね、次の時は改善してきます。すいません、ほんまに見えにくかったら全然言ってください。ほんまにその方がね、改善しやすいし、説明もするんで。全然、あ、そうか、自己紹介何回もした方が良かったんだった。そう、自分はね、フォーミーで名付けてもらいました、見てくださった方に。で、広島です。広島県の高一の162センチで、特技はダンス。小6からやってます。で、これもつけていただきました、スマイルフォーミーで、エゴサします。で、憧れのメンバーはシナノソラハさんです。で、あれよね、趣味も書いとった方がいいかな。趣味は、自分は韓国ドラマ見るのが好きなんで、めっちゃそれですかね。まだ身長伸びるんじゃない？伸びりますかね。でも自分多分小6ぐらいから伸びてないです。なんか、あ、小6から伸びたんか、中1ぐらいから伸びてないか。小6から中1で一気に7センチぐらい伸びたんですよ。で、それで多分もう止まりました。一気にめっちゃ伸びて、で、止まりました。もうちょっとで30分になっちゃう、やだね、楽しいのに。なんかね、いっぱい皆さんがコメントくださるとあれです、話のネタが尽きなくって楽しいです。なんで、いっぱいコメントくださると嬉しいです。本当に声も聞こえてるかわかんないんですけど、絶対お兄ちゃんの声も聞こえてますよね。まだ嫌ですね。確かにユミリンが164で眠いです。あ、それは申し訳ないです、すいません。ちょっと楽しめるようにしないとですね。次回の配信予定は、火曜日かな、多分火曜か水曜です。どっちかには絶対やります。眠いです、ほんまに申し訳ないです。全然寝てください。つけながら寝てもいいですし、本当は見てほしいですけど、でもね、眠さには勝てないですよね。自分も授業中めっちゃ睡魔きます。で、寝ます、寝てしまいます。正座して待ってます。あら、ありがとうございます。かわいすぎます、もうほんまにありがとうございます。そんなこと言ってくれて、自信が上がるばっかりです。これで落ちたらちょっと申し訳ない。お兄さんはいくつ上だったか、ちょっと待ってよ。ダメじゃん、そんなこと言ったら。一つです、多分高3です。お兄ちゃんは女子は高校ではあんま伸びないかな。そうです、多分伸びないですね、全然伸びてないです。多分、でも多分今この前も言ったんだけど、多分見てくださる方がこの前より増えてるんで、あの保健室の前に身長測るやつ、あれあったんですよ、前まで。でもあれ身長あったんですけど、今コロナで撤去されちゃったんで、今はないんで測れてないですね。結構測ってないかもしれない、多分1年以上は測ってないかも。指ハート、これスクショタイムになりますか。そろそろスクショタイムしときますか。していいですか。これ順位、あ、壇上の上を読み
読み上げた方がいいんだよね。1位が熊根パパさん。熊根パパさんありがとうございます、推薦コメントまで。あ、壇上は最後で OK。 じゃあスクショタイムいきます。ポーズの候補とかありますか？候補のポーズ、候補のポーズとかあったら全然します。このまったりした感じが他にはないいいところだ。ありがとうございます。たこ焼きポーズって何？何？たこ、これ？これ？あ、これか。あ、これ？合ってる？違うよ。絶対違うじゃん。え、でもこれ、こういうポーズありますよね。絶対違うでしょ。たこ焼きポーズ。たこ焼きポーズってなんだ？あざとポーズは何？これ？わかんない。これか、これでも小顔やね。これじゃん絶対、あざとポーズはこれかな多分。可愛いからって、え、ありがとうございます。絶対違うじゃん。これたこ焼き、あ、豊永拓とかこれです。知ってます、これは。あ、これがあざとポーズか。 OK、 スクショできました。これがアザトポーズなんか。 OK、 一つ学びました。これです。アザトポーズはこれで、たこ焼きポーズは多分違うけどこれです。で、あとなんか小顔ポーズはこれです。で、なんかあるかなと。リクエストないですか？スクショが止まらん。ありがとうございます。あとなんかありましたっけ、ポーズ的に。やばい、歯になっちゃう、やばい、早くしないと。じゃあこれ、ハートの中に入ったようです。これはどんな方、あ、どんな方か、これこれですよね、これじゃないですか。どんな方かとか、スクショが止まらん。それはありがとうございます。あと何かありますか？これですか、ハートね。これでも友達の間でもよくします。プリクラ撮るときとか、これとか、やっぱ小顔ポーズ、ギャル、これですよね。ギャルピースは分かります。ギャルピースはさすがに分かります。これです。スクショできたかな、みんな。じゃあそろそろ終わらないとです。バイ。唇に指つけたら、うさちゃん、うさちゃん、これ、これ猫か、こうか、あれ、こう、ちょっと待ってよ、これ猫やね、こうか、でも映らんよね。やだ、映らんね。うさちゃんはこうですか、こう、こうですか、わかんないわ。じゃあそろそろ終わりたいと思います。すいません、時間がもう来ちゃった。これからがバイトを頑張らないと。私は、自分はバイトに行ってきます。配信見て、いや全然、こちらこそ見てくださりありがとうございます。壇上は何番まで読み上げたらいいかな。1位は熊根パパさん、ありがとうございます。見てくださってほんまに、ギフトもねいっぱい。2位が東さん、3位が見えない、3位が見えない、3位がやばい、ごめんなさい。あ、うさぴょん、うさぴょんさん、あ、うさぴょんさんも推薦コメントくださいましたよね。ありがとうございます。勉強の応援、え、勉強頑張ってください、勉強頑張ってください。ライブランキングってどこ、これ、あ、あった、熊根パパさんが1位、東さんが2位だ。で、うさぴょんさんはコメントくださいましたよね、推薦コメント。で、4番の方がアナザーディメンションだったかな、アナザーディメンションさんも推薦コメントくださいましたよね、ありがとうございます。6位の方がマリンブルーさん、ありがとうございます。7番の方がカキヒロさん、
ありがとうございます。8番の方がトヨちゃんさん、ありがとうございます。9番の方がシャーちゃんさん、ありがとうございます。10番の方がシャイニング、待ってよ待ってよ待って、ちょっと待って、シャイニング、待って待って、やばい、あれちょっと待って、これが読めない、シャイニングフィンガーさん、シャイニングフィンガーさん、ありがとうございます。11番のカールさんもありがとうございます。マツツさん、ありがとうございます。トモくんさんが13番、ありがとうございます。皆さん、その他の方もね、見てくださって本当にありがとうございます。楽しめたか分かんないんですけど、楽しんでくれてたらよかったです。ありがとうございました。ありがとう。じゃあまた配信するんで、絶対火曜日か水曜日には。ありがとうございます。ちょっとおぼつかなかったんですが、ありがとうございます。また見てください。絶対応援しに来てください。絶対します。ありがとうございます。